はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、10回のプログラムに分けてですね、一緒にストレッチをやってもらって、開脚がね180度できるようになりましょうという動画になります。もともとタートルはですね、空手を20年ぐらいやってまして、まあ、体はね昔から柔らかいわけではないんですけども、日々毎日やってるうちにですね、まあ、体が柔らかくなりましてですね。で、やはり鍛えても筋肉柔らかい人っていうのは大きくなりにくいので、女性にはね、ストレッチやってもらいたいなと思っております。で、もちろんね、男性も足が太くて気になってる人、ズボンがいつも合わないよっていう人とかはね、ストレッチを最後まで10本今からやっていきますんで、今日は1本目ということで、軽いストレッチをやっていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では、一緒にやっていきましょう。はい、まだですね、開脚する上で股関節の筋肉温めないといけませんので、まずはですね、足を自分が広げれる範囲の半分ぐらいですね、一回広げてもらって、痛いなと思った半分ぐらいに閉じてもらって、まずは股関節を動かしていきます。足をこういう風に動かしてですね、足でバイバイする感じで股関節をねしっかり揺らしていきます。一緒にやっていきましょう。はい、だいぶ温まってきましたかね。はい、今度はですね、足まっすぐにして片足曲げてですね、こういう感じですね。これで足を倒したり起こしたりします。こういう感じで太もも外側がね床につく感じで動かしていきましょう。はい、反対行きましょう。こういう感じでね、まずは股関節を動かしていきます。これ簡単なんですけども、これしっかりやっとかないと股関節ゴリってなって、せっかく柔らかくなったのにね、また振り出しに戻る場合がありますんで、必ずね股関節始めは動かしましょう。で、今度反対です。今度は足をね膝で丸を描く感じで股関節を動かします。膝上向きなんで、上に丸を膝で描く感じで、股関節を回します。はい、反対。この時にね、股関節がゴリゴリってなる人とかはね、しっかり回してください。股関節よく動かしてる人はゴリゴリってなりませんので、そういった方はね、しっかりストレッチができると思います。はい、OK です。今度は足の裏同士を合わせます。足の位置はまず、しっかり手前に寄っちゃう人も少し前に出した状態で膝を押さえて、まずは軽く息を吐きながら前屈します。まだ吸います。軽く吐きながら、はい、吸います。また吐きながらいきましょう。はい、今度は手でしっかり膝を押さえながら、割と力を入れて前かがみです。この時にね、お尻がしっかり伸びますんで、お尻、股関節、しっかり伸ばしましょう。はい、今度はね、かかとを手前にできるだけ寄して、こうなっちゃう人もね、できるだけかかとをまず寄してください。で、このまま前屈します。もう一回いきます。で、こう浮いちゃう人はね、多分多いと思うんですけども、今度は手で、足を軽く押さえながら前屈しましょう。息しっかり吐きます。もう一回いきましょう。はい、OK です。今度はね、足を少し広げてもらって、一番初めよりもね少し広げてもらって、マックス広がるよりも3分の1ぐらい閉じてもらっていきましょう。まずは右手は後ろ、そして左手で右の足をめがけてつま先にタッチします。この時に足の甲を伸ばした方が楽なんですけども、つま先しっかり起こしていきます。ぐーっと戻ります。息しっかり吸って吐きながら、ふー、力を抜く感じで、ふー、もう一回、ふー。で、今度反対、左手は腰に当てて、右手で左の足、つま先しっかり起こして、力を抜きながら
ため息つく感じでいきます。もう胸が太ももつくぐらいの気持ちで力を抜いて OK です。今度はこのまま前に行きます。このままつま先を上げたままで前に行きます。できるだけ足はね、つま先がまだ前に行かないように、つま先上向けたまんまで息吐きながら行きましょう。まずは肘をつきます。で、息吸って吐きながら、この時にね、股関節力入っちゃうと思うんですけども、力をこういう感じでね、体を揺すって力が抜けてる感覚を身につけてください。股関節をね、しっかり緩めて、ももの力が入らないようにブラブラっと力を抜いて、で、これでしっかりお腹をつける感じで前屈です。息吸って吐きながら、はい、今度はね、手をしっかり伸ばして、お腹が床につく感じで、つま先まだ上です。このまま指でね、床を這う感じでできるだけ遠くまで行きましょう。しっかりね、指先で進みながら、つま先は上向けてお腹をつける感じで行きましょう。で、この時もね、しっかり体を揺すって、もも力入っちゃうんで、力が入らないように体を揺すってください。股関節とももに力が入らないように。はい、 OK です。で、最後にね、今度はこっちでストレッチした逆もね、やらないといけません。今度はこういう感じで足を揃えて、このまま膝を横に広げてもらって、前かがみになります。で、この膝をどんどん外に広げて、膝の後ろにかかとが来るようにかかとの位置を合わせます。このまんま、まだね、あんま広げすぎたら起き上がれませんので、痛いなって思うところから少し閉じてもらって起き上がります。こういう感じ、こういう感じでね、股関節をね、しっかり広げます。これでグッグッとね、下に体重乗っける感じで広げてください。もし痛かったら一回戻りましょう。もう一回いきます。一気に起き上がって、グッグッと下に体重乗せます。で、股関節しっかり広げましょう。グッ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 、はい、 OK です。お疲れでした。まずはね、初級編ってことで、あんまり無理をしないストレッチでした。今のストレッチをね、お風呂上がりまたは運動後というのがベストです。もちろん朝もいいんですけども、朝って結構硬いので、硬い体、硬いうちからね、朝入れ始めるとなかなかね、筋肉がこう痛んでね、余計に硬くなることがあるんで、まずは柔らかい時だけにしましょう。お風呂上がりか運動後です。お風呂もね、やっぱりね、しっかり使ってもらって、あったかいうちにストレッチをしましょう。で、あんまり無理をね、するとね、次の日硬くなっちゃうんで、まずは無理をしない程度でやってもらえたらと思います。まずはね、今日、ストレッチプログラム1日目ってことでした。また、2日目のプログラム載せますんで、頑張っていきましょう。開脚ができるように行きましょう。今日もご視聴ありがとうございました。